生きるため時間を打ってっていつか死ぬのにさえ帰れば命を売ってって金にしてる背景偉い方へ肩書きで食う飯は美味しい分かってるのに気づいてるのにあと何回死ねばいいのな答えてくれ生きるため自分を打って敵を守るため出る杭は頭を打ってって形を整形先生かとくらしさ前習えしらしらしなわかってるのに気づいてるのにあと何回死ねばいいのな教えてよ小さはもう買い手のものなら欲しいもの全部やるよ飛んでもいい100億には死ぬんだどうでもいい自分が意味の他人どうでもいい流れはいくらでもいるさどうでもいいせいぜい生きてやるから命令するな同じ人だろう分かってるなら気づいてるなら死ぬ必要